ガチゴーマジックよっ、こんばんは、よろしくお願いします。あ、こんばんは。今日は何なんでしょう。今日は聞いてみたかったんですけど、そのファーストクラスに関してちょっと伺いたかったんですけども、はい、おー、ファーストクラスですか。はい、僕はまだ夢の世界というか乗ったことがないので、うん、なるほど。ファーストクラス結構興味ある人多いですからね。はい、僕はまあ JAL で結構昔ね、もうそれこそ大昔だけど、ファーストで乗ってたことが多いですよね。あ、そうなんですね。うん、そうです、そうです、まあ、その時のいろんなものは僕もすごい若かったんでね、やんちゃだったなと今思います。今日はファーストクラスの話ってことだから、はい、ファーストクラスじゃなくてこうしろよって話をちょっと今回やめとくけども、はい、ステージのところを見れる人じゃないと正直浮くんですよ。ダメこの話。いや、すごい大事ですね。はい、みんな行けみたいな感じではあると思うんですけど、はい、乗る前にちょっとステージも上げた方がいいよね。で、じゃあ背伸びして乗るんだったら背伸びして乗っても構わないので、はい、全然問題ないと思う。例えば特典で、ね、乗るとかっていう人が多いから乗っても構わないですけど、その時の周りの人たちの立ち振る舞いとか CA さんの立ち振る舞いとか、ファーストの場合はカウンターから違うから答えれるかというところがあるんですよ。感じるって言ったじゃないですか。はい、やっぱり相手も感じてるわけですよ。でも俺金払ったからいいだろうみたいなね、はい、俗に言うその銭ゲバーみたいな、そういうわけではないでしょうね。ファーストクラスの、ね、話をちょっとじゃあ話していきましょうか。で、ファーストクラスなんですけど、ファーストクラスって基本的には今は違うよ、いいですか。はい、アナ ANA の場合はファーストクラスって羽田から飛んでないっていうの知ってますよね。あ、全然知らなかったですすいません。マジっすか。乗ることがないと思ってたんで興味もなかったです。羽田のファーストクラスで一番最初に飛んだ路線ってどこか覚えてます。いや、ちょっとすいません、わかんないです。僕が間違ってなければフランクフルトなんだよね。あ、そうなんですね。そうそう、フランクフルト、はい、夜中の、夜中便の、あ、夜中便じゃないか、昼ができたのかな、はい、フランクフルトが最初なんだよね、日本飛んだからね。で、ずっと夜中しか飛べなかったじゃない、はい、夜中と早朝しか飛べなかった羽田っていうのは。いろんな日米航空交渉とかあったり、はい、いろんな縛りがあったりしてね、はい、特に夜中ばっかり多かったんだけど、結局羽田にはファーストクラスをサービスするシステムと、それから食堂、ケータリングね、はい、食事と VIP とかね、ファーストクラスをちゃんと面倒見る人はいないってことなの、基本的には。だから本当に本物の人がファーストクラスに乗ろうと思ったら、もうみんな必ず成田に行くわけですよ。 ANA さんが羽田にどん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 持ってきたじゃない。はい、そうですよね。というのは、これは ANA さんが日米のね航空交渉をまとまる前にファーストのシステムを羽田でもやるために持ってきたんだよね、徐々に徐々に。時間帯によっては未だにでもファーストクラスのチェックインカウンター、羽田はビジネスの隣だったりするでしょ。ありますね、うん、あれは結局ダイヤモンドステータスの人たちを扱うだけの場所 で、やっぱり食事とかいろいろ準備したりとか相当経費かかるんだよね。その食事を乗っけたり、それからファーストクラスの乗れるライセンスを持った CA さんを乗せるとか、ファーストクラスの VIP を誘導する人、はい、地上職員とかね、いろいろあるわけですよ。特に海外の場合はよくわかるんだけど、ファーストクラスの場合は、まあ、初めて乗ろうが帰り乗ろうが大体顔覚えられてるよね、みんなにね。ここから来たらバーッと駆け寄るんで、はい、絶対カバン持ってもらえますよ。ファーストクラスのサービス、成田の車のサービス受けたことないですか。ないですね。あ、ないんだ。はい、車はガチャって横付けで、成田だけですもんね、できるのね、はい、横付けして ANA の職員さんが荷物取りに来て迎えに来てくれて、ジェットカウンター入るっていうパターンでしょ。まあ、ダイヤモンドクラスの人もやれるけど、そういうシステムが正直成田にしかないんですよ。まだまず一つがジェットカウンターでしょ。それから保安検査場、はい、VIP 用のショートカットの保安検査場があるじゃない。はい、ありますね。あの保安検査場とお迎えサービスあるかないかというところは大きな差なんだよね。で、羽田の方はそれがないので、カウンター行ったら2つか3つしか空いてなくて、で並んでることもあるし、アジア行きて 1.5 倍になるじゃない、マイル数が。だからアジアガンガン往復する人がいるわけ。そういう人たちと一緒になってファースト並ばなきゃいけないのよ。うん、そうするとニューヨーク線とかロンドンとかあの辺に行くファーストの人たちってやっぱ全然違うんで、非常に扱いづらいんだよね、地上の人もね。で、ここでオーラとかインパクトとかそういう話にも実は入りたいわけね。はい、なんでかっていうと、俺関係ねえやって感じでこう行くんだけど、この人ファーストかどうかっていうのすぐバレちゃう。なんでですか、あれ。あの、いい着物着てるからですかね。いや、でもやっぱり人が言われてたように、うん、やっぱりこうオーラとか雰囲気に出てるんですけど、うん、ダイヤモンドの人でさ、でおっちゃんなんだけど、その人にじゃあいいスーツ着てパッと歩かせていって、はい、いいですか。それでこのカウンターに行かせれば、どう思う。あっちがじゃあファーストクラスって分かるし。いや、分かんないと思いますね。だからそれなのよ、はい、それって一体何なのかってこと分かります、それ。ちょっと言葉に言語化できないですね。じゃあもうやっぱりその感覚なんだ。そうですね、ちょっと修行しないとまずいですね。これはね、聞いてた方がいいと思う。なんでかっていうと、世界中の人間と渡り歩いてるじゃん。はい、で、日本人だけじゃないわけですよ。で、日本人はその時になんて、ダメだ、ごめん、話長くなりすぎた。今日何の話だっけ。
ファーストクラスの話です。まあ、いろいろと羽田空港と成田空港の違いを話されたりとかしたいです。それでね、まあ、で羽田の場合はさ、ファーストクラス行くじゃない、はい、ビジネスクラスの延長みたいなカウンターでチェックインさせられるわけよ、ファーストクラスね。もう正直言って、まずここ僕強調して言いたいとこよ、はい、本当にファースト乗りたいんだったら電車賃かけても時間かけても成田行ってください。全く恩恵受けられないから羽田は、はい、ファーストクラス僕乗ってますよみたいな、羽田からですよみたいなね、はい、やめてお金の無駄遣いはみたいな、僕の組織はそんな感じなのよ。全くフルサービス受けられてないんで、ビジネスクラスの延長みたいな扱いしか地上のカウンターでは受けられない。それを受けられたとして、仮にチェックインしたとしてるじゃない、はい、本人的にあ最高のあれを受けたぜっていう風に思って荷物保安検査行くわけじゃない、あそこでドヨーンだよね羽田ね。もう分かるでしょ。はい、分かります。僕なんかファーストクラスで入ってる時の並ぶんだことなんてないですよ。問題はいい成田にみんな行くのよ。だから成田に本物の金持ちは成田に集結するのよ、はい、でその時に本物の金持ち、はい、あの往復300万とか往復200万払ってるファーストクラスの人は、はい、僕なんかもそう思うんだけど、ちょっとすいませんと、僕今回あの ANA さんのファーストクラスをね乗るために250万払いましたと、はい、ロンドン行きよ、例えばロンドン行き250万払いましたと、はっきりは言いたくないけど隣の人は7万円のエコノミーですよねと。それでなんでその人たちの後ろに並んで僕30分もカウンターで並ばなきゃいけないんですかっていう人は結構クレーム言う人いるのよ。それね、あのなんていうかな、料金が狭いとかあの、はい、せこい人間だってことじゃないんだよね、やっぱり。なんでかっていうと、その人はいいですか、カウンターを早く取って検査場も早く通って、これ全部ストレスかかる場所じゃない、全部、はい、全部早く通って一番いいラウンジに行って、ラウンジでその人が1時間の仕事すると何百万何千万って入る人なのよ。その人の時間を奪うことになるわけだから、奪われたくないから何百万も払ってるわけよ、はい、かたや他の人はね、7万の人はそんな時給例えば100万とか1000万じゃないとは思うよ、とおそらくね、はい、僕たちはそれを嫌だから払ってるのになんで並ばせるの、これやっぱファーストクラスの本音だと思います。僕なんかもやっぱりファースト乗るときそう思いますもん、せこいですねとか言うとは思うんですけど、芸能人なんかにこやかに待ってますよって、あそれ本心じゃないから、やっぱり7万円と250万とさ一緒にしないでくれっていうのはある。だからパッと見て、はい、カウンターでやばいと思ったら動きますもん。いや動きます、オーラ見て、はい、あの今まで空いてないカウンター一気に開けて通すとか、座ってチェックインじゃない、一応基本的には座ってじゃない、はい、立ってチェックインしないじゃない、はい、そういうのが皆さん知ってるかなというところで、まあ、今チェックインの場所だね。だから金持ちは成田に、まあ、チェックインするときに羽田だとおしぼり出ないでしょ、出ます、いや出たことないですね、はい、で成田って出るわけです。で羽田成田の場合チェックインの時座ってチェックインできるじゃない、はい、でやろうと思えば奥の椅子座ってやってくれみたいなね、可能じゃない。場合はもうひどいでしょ、エコノミーと同じような簡単に立たされて、でまああでもねこうでもねって言われてやっと通るわけじゃない。そうですね、通った後地獄なの知ってるよね、はい。荷物の検査場並ばされるわけじゃないですか、はい、うん、そういうもんなんですよ。僕がその最初に言ったね、見た目第一印象インプレッションっていうところ、そこに来るわけ。なるほど、結局羽田の場合は、うん、そこが大事になってくるわけよ。じゃあ僕格好きっちりしてこうって言ったとしても、悪いけど顔つきでも得点かあれかってすぐ分かっちゃうね。なるほど。だからって言ってね、乗れないわけじゃないから、自分をそういう状態に近づけてね行けばいいことじゃない。そうですね、それで楽しめばいいじゃない、はい、まずそこをやって初めて ANA のファーストクラスの良さを受けられるわけ。一人で乗るときは羽田でもいいかもしれない。でも僕ファーストクラス腐るだけ乗ってもうサービスいいですっていう人は羽田でいいと思う。ただその羽田おそらく今後変えてくる、なんでかっていうと羽田をメインにしてくるから、あと何年かしたらもう大改造してくると思う。ファーストクラスのシステムを羽田に移してやっと穴の牙城なのよ。今日の大事なことは空港を選べと、はい、飛行場をまず選んで初めて乗ってくれよということですよ。これ非常に大事なんで、うん、同じ金額何百万も払ったり特典航空券でやったぜの人だってやっぱり空港間違っちゃしょうがないからというところになってくれる。でそんな感じでどうですか。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ガチゴー、マジック。